各氏は、文後大宮氏一門骨二島田は、佐伯氏市の支流で、12世紀に、現在の大分県大分市、各の地を本願とした一族である。大友氏が文後に入国する以前から、文後国で母曽原、母・ソハラ、ヤワタとゆかりが深い存在であった。元平時代には、部前国にも一族が展開し、以降は、大友氏が文後国に入国するとともに、宗家は、 文語国で大友氏に仕え、不全国の各氏は、宇都宮氏、大友氏、大内氏、毛利氏らの構想の中で戦国期まで勢力を保った。各氏から出ている著名な人物に、幕末に本造学の神様と言われた各比、霞や初期の反射炉を利用して、鉄製大砲を製造した実業家の各おもんみ熊などがある。また、俳優の各地過去や各賢人も、 武前貞田の隠しの流れであり、各おもんみくまの子孫にあたる。また、鶴の武氏も母方が隠しである。現在、核の地名を持つ場所の付近は、長官年間以前は阿南京、黒田里であった。英略元年に文を守るに任ぜられた藤原頼助は、この藤原頼常を木代として文後に派遣した。不妊ごまもなく、頼常は、 母ソ原、八幡宮に参経し、良きこと来たるの者という名称を奉納した。そして、母ソ原、八幡宮に年貢を納めていた地域を、格僧と名付けた。長官二年頃から、文語の国画が発する文書に、各なる地名が使用されるようになり、地名、格が発祥した。自称三年、文語大庭氏の佐伯田岳が、格僧の下巣になり、自称四年に、格氏を名乗った。 これが各市の由来である。各層は1285年には大分軍の田んぼ1189町のうち230町を管理していた。また、江戸時代初期まで大分軍には各号があり、各村、湯原村の地名も残っていた。自称4年に源頼朝が伊豆国で挙兵し、厳平合戦が始まると、要は元年、同族の尾形こ義が、 藤原頼助の命を受け、平家に反旗を翻し、九州で兵を挙げた。各惠安はこれに従った。樹永元年、兵士の再化を防ぐため、源氏法の命により、大畑城、ウルズ城等の城を、尾形小型惠吉が築城し、同年、各惠沖が、大畑城、各惠佐田が、犬丸城、各惠茂が、ウルズ城の城主となった。 この三名はいずれも各礼安のことされている。以後、武全国においても、鎌倉時代の宇都宮氏から大内氏、毛利氏の信仰の時代を経て、秀吉の時代まで各氏が勢力を持つことになった。この後、母祖原、八幡宮の大宮寺を各宗家が継いだと思われるが、長州各家で平成二十六年に発見された古文書などに基づいて検討が行われていた。 大友氏と島津氏との耳川の合戦後、大友氏家臣団の一部、武前の宇都宮氏、各氏などは、大友氏から離反した。大友義主義からの島津氏政党要請を受けた、豊臣秀吉は、天正十四年九州平定を決断する。同年、武前うるず城主、各久森は、秀吉騎下の黒田軍などに攻められ落城。天正十六年、宇都宮重ふさらが、 黒田氏に大使一揆を起こし、大畑城主、各三鶴子もこれに加担するも、黒田勢に攻められ落城。天正十七年、大友義宗が秀吉から改役処分を受けると、大友氏の家臣らは、黒田軍などの配下に組み入れられ、各一族も同様となる。慶長三年、母蘇原、八幡田軍大宮氏の各鎮綱も山口に移り、その後長戸国萩に引退した。 関ヶ原の戦いの後は、毛利氏に仕えた。文後宗家のほか佐田隠し、大畑隠し、古津、潮田隠しなどがある。また、江戸期以降は、日後細川家に仕えた日後隠しもある。最も注目されるのは、幕末期に各おもんみや各ひかすみを出した佐田隠しである。佐田隠しは、現在のアジムの山倉で、各景気地をしそとしているが、 文後閣家とのつながりは、未解明で、一説では、協力三年の姿勢の争いで、戦死した、閣江門大部の子であるとされている。日後の閣氏は、細川氏が、小倉や中津の領主であった頃に主観し、細川家と共に、日後に移った者が多い。長州萩に行った閣家は、もう年家家臣として、明治維新の一翼を担った。ありがとうございます。